JLPT-N4 リスニングトレーニング9日目。絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。映画に行きたいです。何と言いますか？1明日映画に誘いましょう。2明日映画を見に行きませんか？3明日映画に行きたいそうですよ。明日2人で映画に行きたいです。何と言いますか？1明日映画に誘いましょう。2明日、映画を見に行きませんか？ 3. 明日、映画に行きたいそうですよ。明日、2人で映画に行きたいです。何と言いますか？ 1. 明日、映画に誘いましょう。 2.明日、映画を見に行きませんか？ 3. 明日、映画に行きたいそうですよ。もう一度、スクリプトを見ながら聞きましょう。明日、2人で映画に行きたいです。何と言いますか？ 1. 明日、映画に誘いましょう。2. 明日、映画を見に行きませんか？ 3. 明日、映画に行きたいそうですよ。わかりましたか？答えは2。明日、映画を見に行きませんか？です。